生物にとって記憶はなぜ必要なのだろうか。生物学において記憶とは、将来起こると予想されている事象に対して行動の指標となるべく記憶された判断材料であると定義されている。つまり極端に言えば、いつか役に立つから捨てずに取っておいたものである。しかし一方で生物は記憶を削除する。覚えていることより忘れたことの方が多いのが普通である。物置にも収納する限度があるということだろう。それでは削除された記憶はどこへ行ってしまうのだろうか。大切な記憶だ。まさかゴミに出してしまったなんてことはないだろう。余談だが、私の友人は物置いっぱいにガラクタを捨てられずにしまっている。彼は物置に入りきらなくなったガラクタを神さんに内緒でこっそり別な場所に隠したらしい。捨てろと言われても彼にとっては大切な宝だ。彼は巧妙にそのガラクタをいくつかの場所に隠したそうだ。記憶も同じく、忘れてしまったと思ってもどこかに必ず存在しているのである。自らも気づかないほど巧妙に、ひそやかにそれは心のどこかに隠されているのである。息を殺し身をかがめ、それは待っているのである。いつか役に立つその日を。そしてそれはほんの些細なきっかけでその姿を現す。そのきっかけとは何であるか。それはまた来週のこの紙面で語ることにしよう。シアノス・ビー・シアン。